公海君は、李氏朝鮮の第十五代国王。ナワコン。なお、第十代国王ツバメヤ山君同様同君として、廃位された王であるため、病号、死号、両名はない。第十四代国王、戦祖の次男。母は、戦祖の側室の強訓禁止。第十一代国王、中層の彦にあたる。なお、即位前も公海君に封じられていた。 当時の朝鮮では、着書の別や、徴用の序は大変厳格であったが、国王の戦争は、自身が、中層の諸孫であったため自身の後継者には着流を望んでいた。ところが性質である、ニ王コは病弱で子がなかったため、1592年、日本の豊臣秀吉が主導する軍が朝鮮に侵攻して国内が混乱すると、 諸子で次男の公海君を王政子とせざるを得なかった。なお諸子で長男の林海君は、気象が非常に荒く、問題ばかり起こしていたため、不適格とみなされ、政子としなかった。しかし1594年、民から次男であることを理由に、政子作法の要請を拒絶されたため、正式に政子を決定することはなかった。その後、公海君は、不王と協力して、 日本軍への対応にあたり、1598年に、秀吉が亡くなり、日本軍が撤兵すると、戦後は国内の復興に尽力した。1602年、伊ニオコが創生すると、戦争は周囲の反対を押し切って、軽質の沈黙王公を迎え、1606年には、待望の正室筋の男子である、栄勝王妃が生まれた。このため朝廷では、 生死の座をめぐって、公開君を押す勢力と、英章王君を押す勢力とに分かれて激しい闘争が起きる。1608年、戦争が生死を決めぬまま亡くなると、幼い英章王君よりも、実績、年齢の申し分のない公開君が、現実的な選択肢として選ばれ、公開君が即位した。しかし諸子で次男の公開君の政権基盤は、不安定であって、 朝廷内の闘争に巻き込まれる。公会君自身は大北派を支持していたが、大北派は反対派である、聖人派を支持していた、林海君や幼い霊賞王君を暴殺し、沈黙大秘を廃止遊兵した。反対派を粛清した、公会君の王位は盤弱なものになったと思われた。また、外交では1609年に、日本の江戸幕府と和議を結び、民政では、 体操機の合廃法を再布告したり、大同法を導入するなどの改革を行い、戦乱で疲弊した国内の立て直しを図った。またこの時期には、戦争期以来の東方館をはじめ、新造東国予知将乱、両費五天下などの数多くの文化的編纂事業が営まれた。この頃北方ではヌルハチにより、後菌が建国され、勢力を拡大しており、名は、 アトキン討伐のために、朝鮮に援軍を求めてきた。公会君は、信仰のアトキンの実力を恐れて、出兵を渋ったものの、朝廷では、人心は乱、帝遊祭乱の際にあから援軍を受けた恩を重視する、明文論が優勢であったため、結局公会君は、強効率を将軍として、軍を送り出した。しかし1619年、 民のアトキン討伐軍は、アトキン軍に大敗し、アトキン軍に包囲された、朝鮮の援軍は降伏して、捕虜となった。この後、朝鮮とアトキンは互いに国書を交わすこととなり、航海軍は、民とアトキンの双方との外交関係を維持する、中立外交政策をとった。1623年3月13日、成人派を中心とした勢力は、 人目大秘と後開君の老いのあや君を担ぎ出し、宮廷空デターを起こした。後開君は失脚したその翌日に、成人派の手により連行され、人目大秘の前に引き出され、36の項目に達する自らの罪名を読まされた直後に、高下党へ追放され、後開君は、敗位、後継には、あや君が擁立されて即位した。この事件を、 朝鮮史上では人祖犯罪と呼ぶ。その後、成人派政権は大北派を粛清し、外交政策を数面配信に転換した。その十数年後に公開軍はチェジュ島に移され、1641年に66歳で死去した。近代以降、文献批判を基礎とする現代歴史学が導入された。 ことと、李氏朝鮮滅亡によって王朝の公式記録を絶対視する必要がなくなった。ことで、学者の中には公開君は、暴君ではなかった可能性があると指摘するようになった。上記の通り、公開君は縁、山君同様に暴君として配位されているものの、在位中に行った行為は戦術の通り戦乱で、疲弊した、朝鮮国内における復興政策や、 かつての敵国であった日本との国交回復、社用となった、漢族系の明朝に代わって勃興してきた、満州族系の後金との関係も重視するなど、東アジアの諸民族間で、バランスの取れた、中立外交政策などの実績を残しており、決して悪いものではなかったものも、少なくない。強いて言うなら聖人派の粛清や人目代比をはじめと、 する肉親の王族の範囲であるが、これ、自体も、公海君自身の決定であったかどうかは、疑問が残る。公海君が生まれた年は、シリンがアズマヒト派と成人派に分裂した年であり、闘争が絶えず、国政についても、公海君本人の決定ではない議題も少なく、なかった。範囲についても、円山君の時とは異なり、成人派による、 宮廷空デターという経緯があるため、本人の行情というよりも闘争に巻き込まれた形としてのイという印象も強い。ゆえに、イこそされたものの、このような情勢であった以上、暴君であったかどうかはわからないのが現状である。ありがとうございます。